今回はですね、モーニングルーティンをやっていこうと思います。もう短いんですけど、夜朝ごはんと、その後ちょっとだけお見せできたらいいなって思います。朝ごはんはピザトーストです。いただきます。これをね、伸びるんですよ、チーズが。美味しいんですよ。見て、ここにクリクラ。本当に美味しいんですよね、これ。伸びて。だから2枚焼いてもらいました。ちょっとね、今日はすみませんが、アフレコでやらせていただきます。ほら、すっごい伸びてる。また伸びてるの、ほら。はい、みかんです。このみかんね、玄関に置いといたんですけど、玄関寒いのでめっちゃ冷たいみかんです。これ多分ね、酸味があって美味しかったんだよね。食べ方ちょっとやばいんですよ。食べ方がちょっとやばいので、ほら、普通さ、女の子だったら剥くじゃん、可愛くね、綺麗に。ほら、歯で取って食べてんの。多分この時ね、あ、やべえって思ったんだけど、そう、やべえって思ったんだけど、そのままやっちゃったっていう。はい、メイクに、レッツゴー。これファンデーションですね、 UV なんとかの、あのサザンヌのやつです。めっちゃ垂れてきそう、危な。これさ、最初前髪上げるの忘れてるんだよね。前髪上げないと汚れるのにって思って、汚れるのに前髪上げないと汚れるって言ってるのに。パフです。はい、今度はちゃんと前髪上げてます。うん、ポン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 。これをすることによってね、あれ、本当にマスクにつかないし、色が本当につかないんですよ。ここまでは普通のメイクなんですけど、後からがちょっとね、違うんですよね。めっちゃ濃くなるんですよ、これで。ちょっとやってるやつに、ほら、めっちゃ濃くなってんの。つけま、その結構紹介するの忘れちゃってて、あれ、本当に下のやつとかも塗るの忘れてたんですよ。これギャルメイクでね。ありがとうございました。もう本当に短いモーニングルーティンでしたが、ありがとうございました。見てくれてありがとうございました。それではね、またよろしくお願いします。ギャルー。